雨が心配ですけど、全部宮上まで上げるけ、みんなよ、引っ張ってよ、出せ。雨が心配ですけど、全部宮上まで上げるけ、みんなよ、引っ張ってよ、ターンやれ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 、よろしく、行こう。
からもうあと待機なんですよ。あ、なるほど。で、前のあれ前の段階まだ結構なんか遅れとるっぽいんで。あ、そうなんですね。で、タワー沖熊堀江岡熊なんです。あ、なるほど。その前にさらに待ってる。結構まだ。なんだろう。今からやるのはどういう工程になるんですか。あとはもうここが参道になるんで、あともう宮が結構坂道なんですよ。あ、そうなんです。それを登っていくみたいな。宮の時はもうあの綱をこう畳むというか。いや、もうそのまま引っ張って。あ、そうなんだ。はいはい。このお祭りのお名前ってどういうお祭りになるんですか。高八幡宮例大、はい、秋例大祭。へえ。大祭。はいはい。うん、要するに秋ま高八幡様の秋祭りです。あ、そうなんですね。大体あのこの10月のこの第2日曜日。第2日曜日にあるんです。お祭り自体は何年ぐらいずっと続いてるんですか。お祭りはもう200何年続いてるはずです。まあ、このだんじりは昭和22年生まれ。だいたい昭和22年、23年あの終戦して、2年後、3年後ぐらいにこうできて、まあ、物のない時代に、ね、こう作っただんじりにしては、まあ、はい、よくできている。お子さんがこう元気にというか、あの5番も多分5番にはなってないけど、 はい、あとはもう全部もう一緒、もうあの本段切りを写真撮って、はいはい、まあ、そうそうそう、縮めて縮小して、で、あの獅子も彫りも全部分かるという、あ、そうなんだ。そういうことですね。Yeah!
ずっとラットとかをしてました。あ、そうなんだね。楽しかったけど疲れた、だいぶ。疲れました。あ、疲れたんだね。あ、楽しかった。来年はもう中学生になるから。はい。お、じゃあ最後に来年の意気込みをお願いしてもいい？はい。来年も上を頑張ります。お、じゃあ頑張ってください。ありがとう。単に皆様の自己紹介をお願いします。はい、おかぐま青年会会長の東原京介です。おかぐま青年会副会長の矢野優也です。おかぐま青年会副会長の平野大輝です。2年間このコロナで、中止というかなって、今回そのかける思いというのはどんな感じだったですか？もう今日しかないです。ね、今日しかない。今日にかけてという感じ。今日にかけて。キニシャ。何から言うですか？今日のまず、まだ終わってないんですけど、はい、今のご感想はいかがですか？ご感想、はい、僕指導責任者コロナで、はい、3年前から責任者して、はい、実質初めてなんです。あ、そうなんですね。まあ今まではね、自分が楽しめてる半端だったんですけど、やっぱ子供を13人、見させてもらって、はいはい、どういうんですかね、気が抜けるというか、まあ、こういう祭りも初めてだし、まあ、地域一体となってね、こういう祭りをね、まあ、自分の息子もおるし、息子らもね、続けていってくれたらいいかなと思いながら、まあ、来年再来年と、あのまあシャギリっていう曲が、はい、おかぐまはね、まあ、僕らの地区はシャギリがよく出会ったぐらいっていう中引き継いできて責任者に、はい、まあ、これからまだまだね、こう僕なりのシャギリをねやっていきたいなという感じなので、まあ、あとはね祭りをみんなが楽しんで地域一つになってやっていけたらなという感じ。はい、藤本さん、息子さんもじゃあサギリのメンバーというか、あの、そうそうそう、あ、さっき出てくれた子だね。あれ、出た、さっき出たよね。ちょっともしよかったら今簡単に吹いてもらうことができますか？何ですか？何がですか？一番オーソドックスというか、オーソドックス、はい、はい、毎年大体、10月の第2週にあるんで、そうそう、土日に大体やるんですよ。おーやーれーやーれやーれ。いや、まあでも本当なんかもう僕は自由人というか自由に楽しみたいんで、本当は役割ってそれぞれあるんですけど、まあでも、まあ、みんなが楽しめれたらそれでいいのかなと。松本さんにとってこの祭りってどう？もうそうですね、それこそ僕お店やってるけど、もう売り上げ関係なくやっぱりね、地域貢献したいというか、もうやっぱ地元で昔から小学校からやってた祭りなんで、なんか休んででもっていうよりかは、なんかもう出るっていうのが当たり前になってるっていうか、なんかまあみんな楽しんでる祭りじゃないのかなと思いますね。で、これからじゃあ下られる、はい、そう、下りも結構見どころが多いんですか？そうそうそう、やっぱ昼と違って、はい、例えばうちの地区だと、はい、竹で作った松明を焚いて、竹で作った松明、まあ、ちょっと演出も含めて、時間もやっぱり、はい、あ、いいですね、時間もやっぱり夜の方が多く使われる。あ、そうか、日中じゃなくてちょっと暗くなった上で松明を焚くから、より火が、そうなんですよ。で、うちがやっぱり最後の団体なのもあって、あ、これですか、松明、これに火焚いて、あ、そうなんです、ね、わーって燃え寄る中でだんじりを、はい、みんなで囲って、あの下りの斜面の途中、
なんかもっとより綺麗な暗闇の中のもう松明の光だけでぐわーっと綺麗に。あ、そうなんですね。すごい。で、まあ、うちの岡熊だんじりが、はい、あの祭りを締めるっていう意味もあって、はいはい、まあなんかそういう演出っていうか、そういうのもしたりするんで、苦労なった時の特権、それはね。行こう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 
ってよ。どうすけ？瀬戸の花嫁